まずはじめにビジターガンバ大阪のスターティングラインナップです。昔から好きだったけど、1番ゴールキーパー東口正明、33番ディフェンダー小倉翔平、5番ディフェンダー丹羽大輝、6番ディフェンダーキム・ジョミヘン、4番ディフェンダー藤原弘樹、15番ミッドフィルダー本野康幸、7番ミッドフィルダー遠藤康彦、19番ミッドフィルダー大森光太郎、11番ミッドフィルダー倉田修、39番フォワード宇佐美隆、29番フォワードパトリッツ。続いてリザーブの選手です。18番ゴールキーパー藤ヶ谷陽介、10番ミッドフィルダー北川貴弘、13番ミッドフィルダー阿部博之、21番ミッドフィルダー井出口陽介、38番ミッドフィルダー堂安律、9番フォワードリンス、24番フォワード赤嶺慎吾、監督長谷川健太。以上がですが、ガンバ大阪のスターティングラインナップです。